店長2年目ともなると着こなし方がもう変わってきましたかねそうですねこれ私服ですからねもはや私服ええ、もう2年目になるともう私服になっちゃうなんからそれなんですねそうそうちょっと大輪さんそこを目指していきたいそうですまだまだですねさっき腕通したばっかりなので今日はどうですか新人くるこれで帰れるように頑張ります梅沢さんの時は二人でやったんだけどそう2人でこうあの髪の毛のインパクトってあの撮影時ってあんまわかんないじゃんどんな風になるんだろうって想像しながらやってて 梅沢さんの表情しか見てないじゃん。そう確かに。確かに。あの <laughs> 梅沢さんの表情も最高だったよね。幸せの顔が本当幸せそうでいいでし <laughs> 仏様の顔してたよね。<laughs> 怒ってるイメージの方が多いから。<laughs> <laughs> あこんな顔もあったんだって思えた。まあぜひあの。<laughs> 髪だけじゃなくても表情にも注目していただけたらと思います。はい、そうです。次あの髪型に目がいきますね。はい、はい。でちょっと先ほどからこうお二人の話しているちょっとイントネーションがだんだん松山さんあの青森に若干近づいてるような。そう,そうですね。まあちょっとなまってきちゃいましたね。オリント喋るときもっとあの CM の撮影中はもっとなまっててなんかむしろ逆に今ちょっと 気持ちが悪いっていうぐらいなんかちょっと違う松山さんみたいな感覚ですい一応ねあのー、今ねいろんな映像を撮っていただいてると思うんですけど<へ>生って言ったら全部ここに字幕入れなきゃいけなくなっちゃうからね <laughs> しかも結構松山さんなまると本当に本当に言葉から違うくなるからなんか違うなまりなんですよでも青森県でも、うんはい、津軽弁と下北弁で、うん、ちょっと違うから。 なんか折もあれ今なってたんだろうって思いながら話すこともあります。一番最初に話してたのはあの体の毛、うんえー、のつくところはどこでしょうって言ったの覚えてる？<laughs> え、松山さんがしたんでしたっけ？じゃ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 、わい<は>がした、わいがした。ああ、僕がしました。はい。で、体の中で毛のつく場所ってわかります？皆さん。あ、したしたした。そうだそうだ。 一個しかないと思うんですけど、うん、へそですよね。でも青森だと三つあるんですよね。<laughs> そうそうそう。そう、あのへそと、へなかとへざかぶっていうのがあって。<笑><笑>どこですか。どこですか。か背中と <laughs> 膝ですね。はい。そういう話とかはして。ましたねてた確かに。ええー。ええー。なまってること。あら。 王林ちゃんがなまってるあのー、やっぱりまあなんていうんですかね今までスタッフさんとかでなまってる方はたくさんいましたけどうん、うん、実際カメラの前で本番中になまり合える人っていうのは確かにいなかったんですよ。なんで一回王林ちゃんが初めて出て出演した CM で青森のに 言葉が移ってしまってそれそのまま採用されたのあったよねそ,そのバージョンもできましたよねなま、うん、ってるバージョンもそうそうもうあのこれ青森でしか流れない CM になっちゃうんじゃないかっていう話をしながらね <laughs> ローカルっぽい感じになってた、うん、だからそういうことができたのはやっぱり大林ちゃんのおかげだなと思いますし、うん、うわ嬉しい、うん、あの僕もできるだけなまりを失いたくないなと思って一生懸命話してくい,いるんだけども、うん あの本番中もやったりとかするんだけどやっぱり今ちょっとなまってましたとか注意されちゃうそう直されちゃうそれがまあよくあったんだけどなぜか王林ちゃんはされたことないでしょそうですね私これでしかできないですって言ってますじゃあもうちょっとそうしようかないやもうしゃべれるの知ってるからみんなもう。 素晴らしい出会いだったなっていうふうに思います。レアですよね、はい、松山さんが青森のなまりで CM に出てるっていうこと自体がオーリンさんのおかげのところが大きいですね、うん。うん、すね嬉しいです。はい